まあ、ざっけんです。あらたてです。大河です。はい、今回も恒例のガチャレビューやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。今回は、まあ、AC ミランのエピックのみ見ていきます。はい、はい、メンバーが、まあ、こちらの3人プラス、まあ、裏がこんな感じになってます、うん、はい、まあ、まあまあ裏はねそうっすね。裏は世界大会目指す人だけ通ってください。確かに確かにこいつらまた使うことになるでしょ。あのイベント可能性全然あるからはい、じゃあ一人一人見ていきます。コスタプルダですね、最初。はい、ああ、完全強化ですね。はい、そうですね。まあ、無料のね、無料のさすがにそうでないと困るからまあいいんだけど、はい、まあ、一応これにフォートレスがついてるって感じですかね。どうだろうね。まあでもコスタクルタはね、なんか美課金の人は使ってるイメージあるけど、うん、廃課金の人が使ってるイメージじゃないよね。そうだね、廃課金スカットラ見かけたことないから、このコスタクルタがどうなるかだよね、それ使うんかな、みんな。あんまなんかイメージできんけどな、うん、なんか今までいたっけ、そのパターンの選手いやいたかな。いやいなくない、なんかバージョン変わって1個ドンって入ってきたやつみたいな、ね、今のところそれに該当してないじゃん。まあ、はい、まあそうですね。どうだろうねうーん、ガチっすかってなると試しに使ってみて、まあフォートレスはもうあるしね、うん、一応果たしてどれぐらい感じれるかだよね。前のコスタクルタからのどれぐらいの強化を使ってみて感じれるか。まあでも普通に強いです。普通に強いね、はい、あんまり特に言うこともなく普通に強いという、うん、はい、じゃあ続いて、まあ、ジーダ、残念ですね、これは。おっと、何がですか。なぜか守備的です、はい、これはなんでかね。俺絶対攻撃的かなと思ったんだけど、でも全く守備的になるっていう考えがなかったもん、うん、そう、知らんかった。まあそうですよね。で、足元もパスもなんか落ちてるっていう。やばい、守備的になるとね。そう、守備的になると落とされるよね。基本的に落とされるで、このゲーム夢の46だからね。フラッパフラッパボールゲームマジ崩れるってやばいよな、このフライパス46って。まあ、レベル30あるんで、まあ、能力は、キーパーの能力は。まあ、止めるところでだけで言えば、多分、チェフ・シュマイケルと、同等ぐらいの。同等ぐらいには止めるんではないかな、さすがに。うん、そうですね。止めなかったらね、身長と数値って何なのってなっちゃうから。はい、まあ、でかいしね、身長も、ね。そう、でかいのよ。で、シュマイケルよりはでかいから、うん、ちょうど間だよね、2人の。確かに。ちょうど間だろ。うん、だからキーパー持ってない人はあれだね、その、まあ、持ってない人はいてもね、はい、うん、いいかも。まあ、でもさっき言った、まあ、守備的だから差別化じゃなくて、そう、あのね、まあ、差別化がね、そうっすね、できないのよね、これじゃ攻撃的の B 固定の強いキーパーだったら結構ね、うん、かなり絞られたからね。そうだね。そう、いなくない、まともな本当高身長 B 固定キーパーなんて。 B 固定はそうっすね、いないか。いないよ、吉勝。いやいや身長がね、そう、吉勝、カシジャスとかそういうレベルになっちゃうから。そう、いい固定攻撃使うと攻撃的のね、キーパーだとね、うん、ってなったらやっぱこのジーダは攻撃的であるべきだった気がするんだよね。そうっすね、うん、みんなの欲をこう駆り立てるために。なぜ守備的にしたのかちょっと真意があんま分からない、ね、分からないはい、じゃあ続いて最後は、まあ、ネスタですね。うん、興味ありますよ、ネスタね。やっぱ足速いのかなり、はい、そうだね、初期7球だから、うん、フィジカルも8振れば88になるし、うん、ラッツィオネスタと比べるとどうなんだろうね、どんぐらい強くなってんだろうね。あれがめっちゃ足速かったんだよね。ラッツィオも速いんですか。初期どんぐらいありますか。いや、ラッツィオも同じぐらいのスピードある。あ、そうなんだ。あれだけめっちゃ速いのよ、ネスタ。今までのネスタとスピード感が全然違ったんだよ、ラッツィオネスタだけ。あ、そうなんだ。多分それのなんか上位互換みたいな感じなのかなって、あのネスタの、ラッツィオネスタの興味はある、一応。お、俺持ってないからラッツィオネスタ。ああ、そうなんだ。ネスタもでもどうだろう、でも見ないけど。見ないね。うん、そうだね。今のディフェンスのね、あのディフェンスラインに入ってこれるかよね。そう、今のディフェンダーの基準で言ってやっぱ足元がないのよ、やっぱ。はいはい。取るところと追いつくところは多分ね、最強格なんだけど、ちゃんと。ディフェンスのとこだけで言えば、うん、かなりすごいと思う。瞬発も80ぐらいは余裕でいくし。そうだね。フィジカルも88でスピードめっちゃ90ないって、ディフェンスも多分かなり長いから、うん、
やっぱあのね、守備的サイドバック軍団足元がね高いのよ全員そうなんですよ、ね、そこがねちょっとね割り食っちゃってるのよ、センターバック登録ってだけで、うん、だそこ全く気にならない人だったらまあまあ今でいうところでいうと多分ダイクとか V 点が強いって感じる人だったら大丈夫だと思うね、使っても。いやめっちゃ強いでしょその人からしたら、うん、あまあでもどうだろう、身長がでもまたそことは違うか、まあ、であの辺も足元ないじゃん、うん、まあそうですね。だからもうあの辺使ってて足元ないなって感じない人たちは多分このネスタでも問題ないから、そうするとシンプルに足速くてディフェンス力あってフィジもあるっていう感じになるから、うん、好みだねこの辺は。もう、まあ、でも足元そんなだから V 点大気に入ってる人は多分足元気にならない人だからね、捨ててるじゃんもう足元、はい、その辺使う人たちって。だからそう考えたら絶対いけるでしょう。ネスタはいけるね。はい。な、ありますよね。っていう感じですかね。じゃあ、行ってきます。来ました。今週も。引いたばっかですよ、ロナウジーネと。まあ、結果はまあ、俺の中ではまあ、分かってるけど、いや、分かんない。奇跡起こるかもしれないんで。まあ、確かに。じゃ正直、ウリ結構奇跡起こったと思わない？まあ、だって1点引きをね。ねえ。まあまあまあ。しかも、ロナウジーネ引いた後の。そう。しかも、角田さん、ちょっとディフェンスラインが怪しいし、コスタクレタもちょっと使ってたという過去もありますんで、上位互換ですからね。はい、上位互換、はい、一応じゃあ聞いていきたいと思います。今週の角田どうですか？いやーまあちょっと様子見ですね。様子見かさすがに今のゆるそうでしょう。ゆるゆる格言でもキュッてやったね今紐を。あ、でもなんか、うん、いやこれは絶対ないっすねではないんだ。まあそうだね、なんか予想してたよりちょっと強かった、ちょっといやちょっと違ったな。あ、違ったんだ。ね、もうちょいなんか強いのかな。あ、上だと思ったんだ逆にね。なるほどね。っていう感じですかね。まあやっぱジーダー攻撃的だったらちょっとおってなったんですけど。うん。まあそこもあるし。守備的だったらクルトワでいいもんな、学研も。まあそうですね。まああとなんだろうな。どう？トモリよりはでもあれじゃない？いや、もうトモリも最近使ってない。本当あれ？今誰使ってんの？誰使ってんの？今は右があのサイドバック、上げるからね。サイドバックで。残りの3枠だよね。センターバック。ライカールと富安、グバル使ってるんですよ今。グバル。グバル。えんで控え入れてる1枚センターバック入れてない。プジョル。あ、プジョルだもん。グバルか。あれだね、マスクつけてるやつってことだね、ワールドカップショータイムっす。あ、ショータイムか。なるほど、足元あるやつだ。そうっすね、うん、足元高いやつだ。ちょっとコスタクルタしか刺さらなそう。あるなら左利きだからな、グバル。あ、まあそうっすね、左利きだから端に置く。そうなるとやっぱライカールと富安と争わなきゃいけないって考えるとなんか、まあ、そうなるよな、でも確かに微妙。ちょっと洗う補給が欲しかった、まあ、確かに個人的には。そうだよね、そうやね。それと比べるとちょっとあれなんで、まあ、ちょっと周りの反応見つつ、まあ、そうだね、これはね、相手のスカット見ていたら確かにっていうちょっと判断になっちゃいました。ちょっと納得です。納得しました、ね、ちょっと納得しましたねこれは。逆に新たはもう引かない。いやー別に、いや俺結構ねもう足元のやつ俺もね、いや前まで好きだったんだよ、ジューレダイク使ってたから。確かに、まあまあ、好きだったんだけど、やっぱ最近ちょっときついわ。なんか俺今の試合特にきついかもしれない。ああ、そうだ。いや俺も絶対きついと思うよこの試合、足元のやつ。なんかセカンドボール結構顕著な気がする俺。ああ今の試合そうだね。うん、俺結構前より気になる。なあ、確かにそのセンターバック取られから失っての失点結構増えましたね。いやそう、俺嘘、前より増えてない、うん、もたつくのよ、もたついて、うん、しかも相手フィジカルゴリゴリ上げてきてるから、はいはい、競り合いが起こっちゃって、うん、みたいなのあるから。いやマジそうだと思う。マジで今足元ない後ろの選手って俺、まあ、そうっすね、どうなのって思っちゃうの俺も、うん、っていう感じなんで、まあ多分必須級ではないですよね。そうは思うよさすがに。はい、まあ、真岡さんはあネスタだけ取ります。ネスタね。理由は、はい、あのラッツィオネスタを取ってないからです。ああなるほど。あ、じゃあのエピックネスタ、あそう、足の速いネスタを持ってないから俺が、だからちょっと使ってみようかなっていう感じで、欲しいからネスタだけ一応取ろうかなって思ってる。はい、まあ、ついでに出たら、ね、あそう、あとはついでに出てきたら出たら使うかもみたいな感じよね。はい、まあぜひ取った人も、まあ、コメント欄で使用感書いていただければと思います。はい、はい、というわけで今回のレビューは以上となります。ご視聴ありがとうございました。よっしゃー。